ファイナル、カットプロは、アップルの開発、販売するソフトウェアの一つで、パソコン向けのノンリニアビデオ編集を目的とした、MacOS 向けのソフトである。アップルのプロフェッショナル向け映像ソリューションの中核となるソフトウェア。バージョン6とバージョン7は、モーション、サウンドトラックプロ、DVD スタジオプロ、コンプレッサー、カラーなどを含むソフトウェアスイートファイナルカット。 スタジオとして販売されていた。もともとは、アドビシステムズでプレミアを開発していた、ランディ・ユービローズを中心とするグループが、マクロメディアに移って、コードネームキーグリップと称して開発していたソフトウェアであり、1997年のナブショーにて、開発が発表されマクロメディアファイナルカットとして販売されるはずであった。後に、アップルが開発中のキーグリップを、 購入1999年4月にファイナルカットプロとしてバージョン1が発売され2009年7月時点の最新版はインテル Mac のみ対応のバージョン7となる2003年7月ファイナルカットプロの成功により Adobe は Mac 版プレミアの開発を中止したファイナルカットスタジオはファイナルカットプロに加えてモーション サウンドトラックプロ、DVD スタジオプロ、リブタイプ、コンプレッサー、チュネマツールズ、カラーを含むプロ向けのスイート。また、機能を省略した廉価版であるファイナル、カットエクスプレスも用意されていた。ファイナル、カットプロは拡張環境対応に優れており、インターフェースボードや RAID ディスクの追加、ズズンシステムの利用などにより、さらに高性能を、 高画質な編集も可能である。Final Cut Pro X は2011年4月12日に発表された。2011年6月、アップルは Final Cut Pro の新しいバージョンである Final Cut Pro X 10.0をリリース。内部構造が根本的に刷新されたほか、ツールとしての挙動、用語の概念。 UI デザイン等が大幅に変更された上に多数の機能が削減されたため混乱を起こし批判を浴びた。しかし無料アップデートを繰り返して改良と機能追加を進め2017年4月の時点でユーザー数が200万を超える人気ソフトとなっている。Final Cut Pro X はグランドセントラルディスパッツとオープンクルをサポートを している6 4ビットアプリケーションである。これらの機能が追加されたことにより、並列処理及びバックグラウンドでレンダリングを行うことができるようになった。レッドワ1などの 4K の解像度にも対応し、クリップの管理では、クローズアップ、ワイドショットなど、自動的にショットによってグループ分けされる機能を持っている。レンズフレア、デブレ補正、ローリングシャッター補正、 カラーバランス等の映像修正も簡単に行うことができるようになった。ファイナルカットプロ X は2011年6月21日から m a c ップストアでダウンロード可能になった。初期価格は35000円で、後に26000円となった。2016年12月現在、34800円である。発売開始当初、アップストア サポートセンターによると、利用規約に記述されているお客様には、個人的、非商用目的に限って本 iTunes 商品を利用される権限が与えられるものとします。お根拠とし、iTunes Store では非商用目的の個人でご利用を目的としておりますと回答しているため、Final Cut Pro X は、プロユースとしての使用できないとされていた。 2012年8月現在は法人向けストアであるアップルストアフォービジネスからの決済もできるようになっている。アップルは今後のアップデートによりマルチカメラなどの機能を追加予定だと発表。バージョン10.03のマイナーアップデートでマルチカメラ等の機能が追加された。標準設定でファイナルカットプロを立ち上げて現れるのがビューアキャンバス ブラウザ、タイムラインの4つの画面である。動画作成に使う素材はブラウザに収納することができる。それぞれのクリップをダブルクリックして現れるのがビューアでそのクリップに関する設定を変更することができる。ビューアとは対照的に動画全体がどのように画面に現れるかを確認できるのがキャンバスである。そして実際の動画作成の作業場となるのが タイムラインでブラウザに確保してあるクリップをここにドラッグドロップしながら動画全体を編集していく。 アドビープランズイッツ o s テンプレミアマックワールド、ハット t h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.itmedia.co.jp スラッシュプロダクツスラッシュ0307スラッシュ08スラッシュ ne00 プルミエール。html マック版プレミアは6.5まで。dtv パイオニアの歴史に終止符から IT メディア。アドビ新製品ではマックをサポートせずシーネット。 Adobe 磁期プロダクションスタジオで Mac 版プレミアを復活。i t ィメディアハット、Apple、Final、Cut Pro X を発表。eMovie ーーの新機能も採用。Cnet Japan <ht、https://japan.cnet.com スラッシュアーティクルスラッシュ3 5 0 0一六六四スラッシュ2 0一八年四月七日閲覧。C グラー、lar, MG、人気バラエティ番組コナンが、 ファイナルカットプロ X をクソミソにテッククランチジャパン、テッククランチジャパン。2018年4月7日閲覧。米アップルが旧ファイナルカットスタジオの販売を一部再開という情報。www.raitank.jp。2018年4月7日閲覧。上田、遥か、ファイナル、カットプロ X に賛否両論。 機能不足の対処法を、Apple 社員が説明、インガジェットジャパニーズ。インガジェット jp,https://japanese.engadget.com/.2011/.06/.27/.fynal-cut-pro-x/.2018 年4月7日閲覧。a p p l アナウンス ItHuz2MillionFinal。 カットプロ、X ユーザーズ、ビデオ。Q25Mac、https、Q25Mac.com、2017、04、26、ファイナルカットプロ X セールス、2018年4月7日、閲覧。ABCDFGH ファイナルカットプロ、Mac アップストアプレビュー、ファイナルカットプロ X、360度 VR ビデオ編集に、対応。 アップルニュースルーム、https www.、www.apple.com、jp、ニュースルーム、2017、12、ファイナルカットプロ X Introduces-360°VR ビデオエディティング、2018年4月7日、閲覧。ファイナルカットプロ、X リリースノート。アップルサポート、2020年2月6日閲覧。ファイナル。 カットプロ10.46の新機能。Apple サポート2020年2月6日閲覧。ファイナルカットプロ X の最新バージョンは新しいメタルエンジンによりパフォーマンスが向上。Apple ュースルーム o 2019年10月8日閲覧。ファイナルカットプロ X アップデートによりワークフローを大幅に強化。 アップルニュースルーム2020年8月26日閲覧ありがとうございます。